こんにちは、こんばんは、めぐこです。前回ね、ガラスペンとインクの紹介をしたんですけども、その後にね、届いたこちらのインクと万年筆を今回は紹介したいと思います。で、先日ね、ガラスペンを買った後なんですけれども、実はアマゾンだったかな、これはアマゾンでこちらのラミーの万年筆を購入して、こちらを使ってみています。これは付属のインクのカートリッジが付属していたんで、そのまま使っています。実はね、こちらのラミーのコンバーターも Amazon で一緒に注文したんですけど、なんか Amazon さんの方で一緒に入れ忘れちゃったみたいで、届けましたっていう風になってるのにコンバーターが入ってなかったので、ちょっと昨日ね、連絡して、で、コンバーターの料金は返金してもらうことになりましたが、ちょっとね、その後またコンバーター買うのもあれだしなって思って、とりあえずこのインクがなくなるまではちょっとラミーはこのインクでちょっと書いていこうかなと思ってます。せっかくね、透明だからいろんな色を入れたかったんで、ちょっとコンバーターをね、そのうち絶対買いますで、これね、書き味はなかなかいい感じですよね。安いし、アマゾンで2000いくらで買えるし、で、結構かっこいい見た目だし、すごいいい感じです。ラミーのサファリってやつですね。で、これはペン先が一番細いやつになってます。確か EF っていう風に書いてある、一番細いのを買いました。でもちょっとね、太めのも興味あるんで、そのうち買いたいと思います。で、そんで今回はラミーじゃなくて、こちらセーラー万年筆、セーラーの、プロフィットジュニアっていうね、プロフィットジュニアっていうのの透明の万年筆を購入しました。で、これもインクカートリッジがセットでついておりまして、で、別売りでこちらのセーラー万年筆用インク吸入器コンバーターっていうのがあって、で、なんかこれね、ここの色の種類がね、何色もある。だから透明軸に入れて、ここのなんかインクの色に合わせて、このコンバーターもね、色ね、いろいろ買って楽しめるんじゃないかなと思うんですが、癖がないね、白にしましたね。何色入れるかわかんないんで、白のやつを買ってみました。で、このプロフィットジュニア自体はすごい安くて、ここに多分書いてあるんですけど、2000円かな、ちょっとアマゾンでちょっといくらで買ったかちょっと覚えてないんですけど、2000円で、コンバーターと合わせても3000円しなかったと思うんで、はい。で、早速ね、ちょっとこのインクをね、このインクですよこちらのね、インクなんですけど、先日ね、ライブ配信でお話、万年筆やらインクやらのお話をしてた時に、視聴者さんが教えてくれたインクで、フェリスホイールプレスっていうインクです。フェリスポイちょっと待って、噛んじゃった。フェリスホイールプレスですね。早速開けていきたいと思います。なんかね、箱からしてさ、すごいいい感じなんですよ。これ 38ml だって。なんか香水瓶みたいなインクで、で、なんかもっとね、量が多いとなんかまん丸いボトルに入ってるんですけど、これは、はい、こんな感じで、色はね、私何色にしたんだっけ、
ちょっと待って、色の名前を覚えていないという、ごめんなさいね。この色です。これどっかに色書いてある？ちょっと後でね、調べて書いときますね。すいません、インクの色がわからないっていう。で、このインクを、なんか緑系のインクだと思うんですけど、このインクをこのコンバーターをつけた万年筆で書こうかなと。はい、初めてやるんで初めてやるんですが大丈夫かな。あ、ちょっと見て、ここ透明だちょっとあの万年筆に対する情報をね、前もってあんま調べないで買ってる。透明軸だからっていうね、あの言うだけで買ってるんですけど、ここが透明だとは。ほら、普通あのね、こうでしょ、黒だったりとか。まさかの、ここは透明ってことは、ここまでインクの色が入る。楽しみ。ちょっと、で、これが、コンバーターが。これ外して、入ったのかな。で、これを下ろしていって、で、ちょっとティッシュ手についたら怖いわ。なんかここに書いてあるんですけど、この状態でこのノブを回していけばいいんだよね。インクのここまでインクつけてでね。めっちゃドキドキする。色ですね。全然入ってかないよ。もうちょっと先までつけないと。入りました。指についた。はい、ちょっと置いといて、これあのあれですよね、
なんか指にめっちゃつく。え、なんで？指めっちゃ汚れた。大丈夫かな。よいしょ。とりあえずちょっと指拭きますね。めっちゃ汚れた。はい、ではね、ちょっとこちらのインクを入れてみたので書いてみたいと思います。なんか万年筆って割と寝かせ気味に書くとかっていう風になんか聞くんですけど、ちょっとわかんないんですけど、なんかねこのラミーはねちょうどここにくぼみがあって、でここがちょっと出っ張ってる感じで、ちょうどここを持つとねいいんですよっていう感じなんですよ。でも これはプロフィットジュニアは特にはなんかそういうのはないんですけど、まあ、ここがちょっと開いてるから、ここ持てばいいのかな、ね、絵が適当になってます。よいしょ。この色の名前をごめんなさいね、色の名前が分からない。緑がね好きだから緑で買ったんですけど、あのね前回の色しずくのクジャクと比べるとどうなんだろうねどうなんだろう。後でガラスペンでもちょっと書いてみようかな。ペン先がですね MF って書いてあるんですよ。だからなんか EF が一番細いはずなんだけど、どうなんだろう、あんまり変わんないかな。極細だと思っていいのかなね、細さはね。柿味は私はちょっとあんまりこだわらないタイプなんで大丈夫、かすれたりしなければ大丈夫だと思ってるんですけど、大丈夫そうですよ。
で裏写りもないですね。なんかね、もっとインクの色の素晴らしさをお伝えしたいんだけど、すごい綺麗な緑色です。好みのグリーン。前回のね、ちょっと待ってね、前回の紙が、前回のクジャクよりは全然薄いですね。こっちが、ここがクジャクで、こっちが、だからちょっと待って、ガラスペンで書いてみよう。あ、また指にインクがついた。もう、どうだろうね。字を間違えた。出るね。でもクジャクよりは、クジャクのグリーンと全然違う感じのグリーンです。そうですね、こっちがクジャクで、こっちがなんで、そうですね、細い万年筆で描くよりガラスペンで描いた方が色が濃く出てるんですけどね。色しずくより薄めの、薄めだけどはっきり読める感じのグリーンです。やっぱガラスペンいいね。なんかガラスペンで、あ、ガラスペンいいね。普通に万年筆で描くよりガラスペンで描いた方がすごい、なんか色の濃淡が出て綺麗です。なるほど、ガラスペンいいわ。ということでね、ちょっと長くなりましたが、今日はセーラー万年筆のプロフィットジュニアにフェリスホイールプレスのインクを入れて試し書き、そしてガラスペンでも試し書きしてみましたね。はい、ということでこんな感じです。こんな感じです。やっぱガラスペンいいなっていう再認識。でもこのペン安いけどすごいいい感じだと思いますね。この間買ったサファリともう書き味そんなに変わんないんじゃないかな。どうなんだろう。どうなんだろう。細さもそんなに変わんないと思います。あ、ちょっとね、サファリの方が若干太いのかなぐらいに感じる。どうなんだろう。同じかな。適当。ということでね、ほら、ここの透明の部分。ここも色が見える。でも透明だね。横から見たら透明で、ここがインク入っているように、そうだ、ここがインク通ってて緑色に見える。
ということで終わりますね。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。